こんにちは、ハーチューです。今日はすっごい風が外で吹いてるので、もしかしたら風の音が入るかもしれないですね。どうだろう、ちょっと撮ってみないと分かんないですけど。あとね、髪の毛を染めましたっていうことをインスタに書いたら、結構髪そんなに染めててよく傷まないですねってね、そういうコメントとか、どうやってケアをしてるんですかっていう質問をいただくんですけど、そうだな、茶髪にしてた時よりはそれなりに傷んでるのかもしれないですけど、私も意外と傷まないもんだなと思ってて、結構ねサラツヤ感があるんですよね。これ前はブリーチをやると本当に髪の毛傷みまくるって思ってたけど、今ってカラー剤も昔より良くなってるし、家でのホームケアの商品もいろいろあるから、何年も前にブリーチやってみて髪が傷んだっていう人も、もしかしたら今やってみて、でケア用品に気を使ったら意外と傷まないかもしれないですね。ちょっとわかんないです、実際にやってみて傷んだ方もいらっしゃるかもしれないですけど、でも私は結構思い込みでブリーチイコール傷むって思ってたのに、自分はそこまで傷まなかったから、なんでもこうやってみないで思い込みで決めつけるの良くないなと思って。ブリーチってその染めるとき痛い痛いって言われますけど、私は全然頭皮もピリピリせず痛いって思ったこともないんですよね。髪の毛染める時間が長いから、ずっと座っててお尻痛いなと思ったけど、頭皮は全然痛くなかったから、まあ、これ個人差はある話だと思うんですけど、個人的にやっぱやってみないとわからないことがたくさんあるって思いました。髪の毛染めると、特殊なシャンプーで色持ちさせるんですよ。で、紫シャンプーっていう、紫シャンって呼ばれるものとか、ピンクシャンプーって呼ばれる、もう本当に手につけたらピンクが肌に映るぐらいのピンクのシャンプーとかがあるんですけど、そういうので色を保ってます。そういうのもブリーチしてみて初めて知ったから、30代でも髪の毛ブリーチしてみてよかったなと思います。今日は全然関係ない話なんですけど、忙しさについて話そうと思いました。ここ最近体感レベルで忙しいなって思うことが結構あって、私は時間の使い方とか そのライフハックを教えたりとか本も書いてるのに、なんで自分はこんな忙しいんだろう、忙しいのが好きなんだなって思いました。私が昔やることが多くて大変ってうちのおばあちゃんに言った時に、おばあちゃんがやることないのも大変やでってしみじみ言った一言がすごい心に残ってるんですけど、2種類の人がいると思うんですよね。朝起きた瞬間に、うわ今日やることたくさんあるっていうのが楽しいタイプと、朝起きた瞬間に何にもやることがなくて、さあ今日は何やろうかなって思えるタイプと2種類いると思うんですが、私はやることがないと不安を感じてしまって、やることがたくさんあると頑張るぞってこう張り切るタイプですね。だから忙しいのが好きなんだと思います。結構忙しいことイコール悪いことって思ってる人もいると思うんですけど、忙しいのは悪いことではないです。むしろ世の中に求められていたりとか、自分がやりたいことがたくさんあるっていうことだから、忙しくって充実してる人たくさんいます。人に振り回されて忙しいっていうのは良くないけど、自主的に忙しいっていうのは私はいいことだと思いますね。じゃあ何が悪いことかっていうと、忙しさに伴う心の余裕のなさと効率の悪さですね。だから同じことを1時間でできるのに3時間かかってる、だから忙しいっていうのはあんまり良くないんですよね。よくその忙しさを解決する方法を聞かれるんですけど、じゃあ私自身はどうやって忙しさを解決してきたかなって思ったら、忙しさはもっと忙しくなることで解決してきました。これちょっと体育会的なニュアンスが出て良くないかもしれないですけど、やっぱり忙しい中で何とかしてこの忙しさを乗り越えようと思って、いろいろ工夫したり優先順位つけたりとか生産性上げたりとかいろいろするんですよ。そうすることによって自分の戦闘能力が上がって、さらなる忙しさに耐えられるようになるみたいなね、そんな感じで私は時間の管理が上手くなっていきました。で、今も時間の管理は上手くなったんですけど、それでも忙しいのはなぜかっていうと、やりたいことがたくさんあるからですね。 YouTube も更新したい、 Voicy も更新したい、アメブロもやりたいで、今 Kindle で出版したいなとかも思ってるんですけど、とにかくやりたいことがたくさんある。それに加えて育児もしたい、家事もしたい、友達とも付き合いたい、たまには遊びに出かけたい、新しい施設できて行きたい、新しいホテルできた見に行きたい展示会誘われて行きたいみたいな感じで、で、読みたい本たくさんある、見たい漫画たくさんある、この映画とかドラマも見たいって言ってね、忙しい人ほど多分忙しいんです。何言ってるかよくわかんないと思うんですけど、忙しい人って多分いろんなところで情報をたくさん収集するから、結果的にあこれ見たいとかこれ試したいとかね、すごいたくさん出てくるんですよ。で、結果それをまたやることによって
でまた何か次のことに誘われたりとか次のことをやりたくなってそれでどんどん忙しくなってくる。だからこそ、まあ、優先順位っていうのをつけるのが上手くなっていくんですよね。そもそも現代人って昔に比べたらものすごく自由時間が増えてるんですよ。でもやりたいことが増えてるんですよね。これは極端な意見かもしれないですけど、昔ってもっと自分の時間はなかったと思うんですよ。でその結果みんなやりたいこととかやらなくちゃって自分で思い込むことが増えて忙しくなってるんですよね。もし私暇になりたいって思ったら暇になるのはすごく簡単で、やりたいこと手放したらいいだけなんですよ。ただ私は仕事もしていたいし、仕事以外の場所でも求められたいし、あとはやりたいことはやってみなくちゃ気が済まないんですよね。でこうやって YouTube だってやる必要性あるのかって言われたら必要性はないかもしれないです。で特にこの YouTube で稼ごうとかも思ってないです。もちろん結果が出たらそれはそれですごく嬉しいですよ。でも今はなんか YouTube 更新するっていうことに結構ハマってるんですよね。これのおかげで普段よりもよりインプットしようって思うし、ここに来る優しいリアクションは嬉しいですし、ちょっと再生回数とかチャンネル登録者数が伸びたらそれはそれでちょっと出る感じがして嬉しいし、うん、すごく楽しいんですよ。うちの夫もすごく忙しいです。朝から晩までずっといろいろ予定を詰め込んで、でもそれが楽しいっていうタイプで、私もそういうタイプですね。うん、なんか私は忙しい時にサーフィンを思い浮かべますね。なんか忙しさの波に乗ってやるぞみたいな感じで忙しさ を楽しむようにしてます。忙しさの主導権を自分で握ると、その忙しさを乗り越えた時によりレベルアップした自分に出会えると思いますね。うん、そうするとちょっと人生のステージも上がったりするのかなと思います。今日はこの辺で、ではまた。